Hi, darling. あなたのマリアよ。スペルは MARIA。それじゃあ、ドラゴンクエスト3、そして伝説へ、始めていきたいと思います。ちょっと大きいな。こんぐらいでもいいか。こんぐらいでいいか。ねえ、ドラクエ3はですね、散々やってはきたんですけれども、やっぱりどれで出ても買ってしまうドラクエ3、大好きですね。このバージョンはあれでしょ、スーパーファミコンから始まったんだよね、この最初のクイズが。マリア、私の声が聞こえますね。私はすべてを司るもの。あなたはやがて真の勇者として私の前に現れることでしょう。しかし、その前にこの私に教えてほしいのです。あなたがどういう人なのかを。さあ、私の質問に正直に答えるのです。用意はいいですか？はい。まず、あなたの誠の名前を教えてください。マリア。お、ジムさんいらっしゃい、こんばんは。ドラクエ3だそうなんです。今日はね、ドラクエをやりたいんです。大好きなドラクエ3をね、これ、はい、佐藤マリア、5月18日生まれ、大志田、これでいいですか？はい。では佐藤マリア、私はこれからいくつかの質問をします。お、大野将美選手いらっしゃい、こんばんは。パパスです。パパスっぽい、ヤンガスっぽいよヤンガスっぽい。難しく考えず、素直な気持ちで答えてください。そうすれば私はあなたをさらに知ることになるでしょう。さあ、始めましょう。あなたにとって冒険とは辛いものですか？いや、防具より武器にお金をかける方ですか？これね、いいえですね。私、防具にお金かけちゃう。困ってる人を見るとつい助けてあげたくなりますか？いや、人による。どうだろうな、人によるけど、いろいろなことを考えて眠れなくなってしまうことがよくありますか？どうだろうな、あるかな、あるかも。よく夢を見る方ですか？昔はよく見てましたけどね、最近もう夢も見ないですね。いいえ。剣で戦うより魔法を使う方が好きですか？はい。なんか昔は剣が好きだったけどね、年取ってくると魔法になりましたね。はい。空を飛べたらどんなにいいだろうとよく考えますか？これね、そうでもないですよね。占いを信じる方ですか？人によるよね、その占い師さんによりますね。へえ、ジムさん、どんな性格になるか楽しみ。もし生まれ変わるなら、王子様あるいはお姫様に生まれたいですか？いや、絶対めんどくさいと思うんです、これ。いいえ。人から何か頼まれると嫌と言えない方ですか？いいえ。何かに失敗してもあまり気にしない方ですか？はい。たとえ人と意見が違っても言い争うのはあまり好きではありませんか？言い争うのはね、でもそのディスカッション、討論は好きだけどね、好きではありませんか。はい、めんどくさいので。あら、リュウジョさんいらっしゃい。おお、ドラクエとは。そう、私ね、ドラクエ3が一番大好きなのです。実はどんな理由であれ、一度交わして約束を破ってしまうのは許されないことと思いますか？昔はハイだったけどね、昔はハイだったけど、なん
か大人になってくるとさ、どうしようもない理由っていうもんが出てきちまうよな。いえ、一つのことを始めると周りが見えなくなることがよくありますか。よくはない。集中力ない。何があっても守りたいと思う大切なものがありますか。もちろんはい。そうですか。これであなたのことが少しは分かりました。ではこれが最後の質問です。さあ行ってみよう。もうドラクエ3はね、何回やってんだよっていうぐらいやってるのでね。ん？何やら女性の独り言が聞こえる。ふふふふ、もうすぐだわ。もうすぐあの宝石が私のものに。なんで私が言うとおっかまっぽくなるかしら。そうや、隣の国が持っていても仕方ないものね。この私にこそふさわしいわ。なんだ？ん？どうかしましたか？今この国が大変なことはあなたも知っていますね。そう、隣の国がこの国に攻めてこようとしているのです。そのことを知り我が王は攻め込まれる前に隣の国を攻めることにしました。さあもうすぐ出陣です。あなたも頑張ってくるのですよ。ふん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 。じゃあ開けちゃうね。開けちゃう。こっから逃げることも、あ、無理だ。扉には鍵がかかってる。皆の者を心して聞け。不届き者にも、不届きにも隣の国が我が国を攻めようとしてるそうだ。しかし幸運にも王妃の情報から事前にそのことを知ることができた。攻め込まれれば国は荒れよう。だからわしは攻められる前にこちらから攻めることにした。どう思う、ハンビル将軍。はっ、もしその情報が正しければ王の判断はしかるべきものかと。わはは、それは心配無用。我が王妃がわしに嘘をつく必要などどこにあるというのだ。そうであろう将軍。はっ、まさしく。よろしい、では行け。我が勇敢な兵士たちよ。谷隼人さんみたいですね、竹市場でね。はっ、なんだい。いや、これ王様が悪いんじゃない？うん、あまり見ない顔だな。そなたは出陣に参加せんのか。はい。そうか、兵士ではないのだな。では下がっていなさい。困った、一体どうしたものじゃ。ん、見ない顔じゃな。えい、この際誰でもええわい。いいか、これはじゃな、例えばの話じゃが。ああ、例えばじゃな、もし王が間違ったことをしようとしても、王の命令は絶対じゃと思うか。王様のことをどれぐらい思ってるかによるけどね。大好きな王様だったら、いや、好きな王様だったら私は本当のことを言うけどね。いえ、そうか。王の命令であっても自分が間違ってると思えば従う必要はないのじゃな。うん、そうだね。追い出されたり死ぬ覚悟でいいと思う。正しいか正しくないかの判断が人によって違うというのもよくある話じゃ。その場合は王の判断より自分の判断により行動すると、そういうわけじゃな。ね、本当は多分言うこと聞かないといけないんだろうけどね。いけないというかいられないだろうけどね、王様の言うこと聞かないと。だから国を追い出されたり死んでもいい覚悟でそれをする。はい、そうか、そなたならそうするか。あい、分かった。もう下がってよいぞ。でもだってこれは王様が女性を見る目がないっていう話だと思うのよね。帰ろ帰ろ。なんだ。私は全てを司る者、
今あなたがどういう人なのか分かったような気がします。マリア、あなたはとても頭のいい人です。頭の回転も速くて、次から次にいろんなことを思いついたりもします。そんなあなたですから、話していても楽しくて、きっとみんなの人気者でしょう。ちょっと八方美人な面も持っていますが、みんなにいい顔をするのは悪いことではありません。誰だって嫌われるより好かれる方が気分がいいので、八方美人はいいとしましょう。問題はそんなところではなくて別のところにあります。どういうこと？それはあなたは頭が良くて、それを自分でも知っているので、他の人がバカに見えることです。あなたにはどこか人を小バカにしたようなところがあります。人が何かヘマをすると、口では大丈夫と気を使いますが、心の中ではなんてとろくさいんだろうと思っていたりします。でもあなたはそんな思いを決して表には出しません。出すと相手を傷つけてしまうことを頭のいいあなたは知っています。そんなあなたですから、みんなとうまくやってると思っていることでしょう。表向きは確かにそうかもしれません。しかし本当は周りのみんなは気がついているのです。あなたが自分の頭の良さを鼻にかけていることや、意外と打算的なところも。でもみんなはそのことをあなたには言いません。言うとあなたを傷つけることを知っているからです。もう分かりましたね。そう、ということはみんなもそれぐらい頭がいいのです。ですからできるだけ人をバカにするのはやめましょう。できればあなた自身がバカにされてしまう、でなければあなた自身がバカにされてしまいます。気をつけてくださいね。と、これがあなたの性格です。さあ、そろそろ夜が明ける頃、あなたもこの眠りから目覚めることでしょう。私は全てを司るもの、いつの日かあなたに会えることを楽しみに待っています。なんやねん、なんやねん。いいですね、出だしから。それはマリアが16歳になる誕生日のことであった。起きなさい、起きなさい、私の可愛いマリアや。お、おはようマリア。もう朝ですよ。今日はとても大切な日、マリアが王様に旅立ちの許しをいただく日だったでしょ。娘のお前をこの日のために勇敢な男の子のように育てたつもりです。おお、どうしてもなんかこうイメージがですね、なんか折笠愛さんの声で聞こえますね。おっと、力の種見っけた。イエーイ。さあ、母さんについてらっしゃい。おじい、おじいと話がしたかったね。え、こうコナンでこのアリア藩の町作りたいなと思ってたんだけどね。オフラインじゃないと無理かな、マイクラとかね。こっからまっすぐ行くとアリア藩のお城です。王様にちゃんと挨拶をするのですよ。さあ、行ってらっしゃい。強さ、頭脳明晰。勇者に頭脳明晰っている？マリアや、どこへ行くつもり？あんなに楽しみにしていたのに王様に会わなくてもいいの？はい。そうなの？今日会わないともう王様にはマリアに会ってくれないかも。本当にそれでもいいのね？やうよ。そうでしょ？だったらちゃんと王様に挨拶してくるのですよ。やんないとね、進まないんでね、しょうがねえな。あれ、調べるってどれだっけ？この後、あれ？なんか調べるってできなかったっけ？いや、早く行けよって。もうね、何回もドラクエやってるからね。一番大好きです。そう、今日はねドラクエをしたい気分なんです。音楽をね聞きたいよね、特にね、ドラクエの。よくぞ来た、勇敢なるお手賀の息子。いやー、娘じゃったか。しかし男に勝るとも劣らぬその精悍さ。マリアはさすがオルテガの子供じゃな。すでに母から聞いておろう。そなたの父オルテガは戦いの末火山に落ちて亡くなってしまった。
しかしその父の後を継ぎ旅に出たいというそなたの願いしかと聞き遂げたぞ。そなたならきっと父の意志を継ぎ世界を平和に導いてくれるであろう。敵は魔王バラモスじゃ。世界のほとんどの人々は未だ魔王バラモスの名前すら知らない。だがこのままではやがて世界は魔王バラモスの手に。それだけは何としても食い止めねばならぬ。マリアよ、魔王バラモスを倒してまいれ。しかし一人ではそなたの父オルテガの不運を再びたどるやもしれぬ。町の酒場で仲間を見つけ、これで仲間たちの装備を整えればよかろう。マリアは50ゴールドと武器防具を受け取り袋に入れた。ではまた会おうマリアよ。ここで、50ゴールドに文句をつけてはいけません。漁るからいいんだ。お、ラックの種、よし。ラックの種は私使う、運がいいから。よし、3だった。ボリ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 。ラックの種はね、もらうわね。まああと大体開かないからね。それでは仲間を見つけに行きましょうか。最近ね、あれなんですよね、大の大冒険のアプリを、やり始めて。あれ、これ調べてなかったっけ。あ、ごめん、つい裏口から入ってしまった。あれ、大の大冒険のね、アプリをやり始めてってなると、あのリメイクのね、新しい方の大の大冒険も見たりして、オープニングから泣いてしまいますよね。いきなりなんかネタバレ。あ、このアリアハンの城の西にぽっかりと浮かぶ島をもう見なさったか。いいえ、城から西に行けばすぐに見られるはずじゃ。こんなお家なんかあったかしらね。あ、メダルのね。はい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 、よくぞ来た。わしは世界中の小さなメダルを集めているおじさんじゃ。もしメダルを見つけてきた者にはこのなけなしの褒美を取らせよう。これは小さなメダルを集めてくると景品交換所ですかね。いろんな道具とか、自分でもなぜかわからないのだが、ここの主人と会ったときにまるで守るべき王様のように感じて、こうしてついてきてしまったのだ。もしかしたらいつか大魔王にすら恐れられる大物になりそうな、そんな気がして仕方がないのだよ。あー、いいですね、この後のシリーズに続く感じ。よし、仲間だっつってのに。やっぱりね、ドラクエの音楽って言ったら私はやっぱり3だな、3だなと言いつつ、でも一番好きな音楽はジプシーダンスかもしれないね。マーニャとミネアのドラクエ4じゃねえかって。皆様はドラクエシリーズ何が一番好きですかね。シリーズで好きなのはダントツで3だな。でここに、2階でね、ここルイーダの酒場なんですけども、2階で仲間をね作れます。名前をつけて、ここは冒険者たちの登録所。あなたが仲間にしたい人を探し出し、冒険者の名簿に登録して差し上げましょう。名簿に登録しておけばルイーダの酒場でその人を呼び出すことができますよ。新しい人を名簿に登録しますか。はーい。やっぱね、ここは、数ですよ。数。ダーリンとかもいいね。数。男。舞踏家。いやー、戦士か舞踏家か迷うな。ちなみに私、パーティーはですね、魔法使い、戦士、舞踏家かな。盗賊も好きなんだけど。僧侶入れない方針で、回復は勇者だけでね行こうかと思ってます。舞踏家、はい。で、そうマリアさんのお仲間には王様から特別に激励の品が贈られます。力の種、素早さの種など5種類の種のうちいくつかを仲間に使うことができます。
どの種にするかはマリアさんが決めてもいいし、私にお任せしてくださっても結構です。マリアさんが決める場合はもちろんお好きな種を使っていただきますが、私にお任せの場合はとにかくその時の私の気分でやらせてもらいます。ではカズさんへの種の使い方はどうしますか？お任せ。お任せ。まあこれでね、ちょっと違うなって思ったら作り直すことができます。さあ何かしら。さて終わりました。なかなかうついスケベのようですね。あ、いいんじゃない、行きましょうか。はいはい、とか言って確かに登録しました。これでルイーダの酒場に行けばカズさんを仲間にできます。他の人も名簿に登録しますか。はい、それじゃあですね、うちのアイドル、ゆか、伊藤ゆかちゃんね、ゆか、よいしょ、女の子、魔法使い、ゆかさんの種の使い方をお任せします。あんまりスタミナとかあってもな、賢さ全振りでもいいぐらいなんだけど。決まった。さて終わりました。なかなか世間知らずのようですね。いや、ゆかさん世間知らずじゃないでしょう。ちょっともう一回ちょっと作り直すとね、このように作り直すことがね可能です。まあそうじゃなくっても性格変える方法は後であるんだけどね。ちょっと自分でいきましょう。もう賢さ。 OK。 なかなかの切れ者のようですね。いいんじゃない、ゆかさん切れ者。いっとく、あ、もう一回やっとく。いやー、だってさ、あと一人誰にしようかなと思って、実は4人登録できる、3人か、3人連れていくことができるので、今ね、舞踏家のカズと、魔法使いゆかちゃんと、さあどうしよう、あと一人どうしよう、何にしようか、誰にしようかな、誰にしようかな。え、長くなるな。長くない方がいい？サクサクっといく？さて終わりました。なかなか、まあ、世間知らずかよ。ちょっともう、じゃあささっといくか。じゃあもう、あの、賢さに全振りで。ドラクエ好きなので、のんびり進めていこうかなと思う。あんまりね、戦ってばっかりも、こう、アクションゲームもね、頭でっかちもちょっと、頭でっかちよくねえな。頭でっかちよくねえな。ちょっとね、知っちゃってるからね。パラメーターの上がりが、あんまり。ちょっと切れ物にしときゃよかったな。誰にしようかな、4人目。名前。19か。19、まあいいや、切れ物で。さあ、誰を登録しようかな。あ、好きにしていいですよ、本当。ねえ、この最初が、戦士。戦士誰にしようかな。まあ、名前ね、名前も性格も後で変えられるっちゃ変えられるんですけど、選手誰がいいかな。じゃあとりあえず選手シュガーとかにしとく。選手シュガーにしましょうか。あ、これ昔だとね、このシュガー点々が一文字に含められちゃうからね。これでいいじゃん。戦士体力に振りてえな。でもおかせにするか。スタミナいけ、スタミナ。わ、全部にまんべんなく使いやがった。普通とかになっちゃわない？
さて終わりました。なかなかロマンチスト。戦士ロマンチストいらないな。戦士ロマンチストいらないな。まあ、いろんな、最大何人だっけな、21人登録できるので、もし名前使ってもいいよっていう人がいたらね、もうこんなんもうこうガン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 行くよ、ガンガン乱暴者。あ、まあ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 いいっちゃいいか、まあいいっちゃいいか。よし、21人登録できるのでね、皆様の名前を登録することもできたりします。さあ、ここでルイーダのお店で今の ここ3つはね、なんかもともと登録されてるんですよ。よっしゃ、ね、OK。 違う、さあ4人、一気に4人になったぞっちゅうことで、旅人の服渡すいうかだな、こりゃ守備力低いのでね。ヒノキの棒はユカが持って、コンボはいやいいかで、武闘、あちゃ、武闘家はね、武器持ち合うと弱くなっちゃうんだよね。でですよ、並び替えをしましょうか。はい、揃いましたね。これでいきましょう。じゃーん。ね、行こうか。このね、冒険の旅曲、この曲もね好きで、子供の頃リコーダーで吹きましたね。これやっぱドラクエって曲いいよね。しようかな。おうおう、オートか。まあまあいいよ。ジムさん、作るときに最初は職業固定で育てるか転職させるかで迷いますね。そうね、もうでも私は散々こうね長年やってきてるので、もうパターンがねだいたい決まっちゃってるかな。だいたい転職を、わお、転職を、あ、魔法使いは賢者にするじゃない。戦士と武闘家入れ替えてもいいんだけど。そしてですね、ケチな私は宿代を使いたくないので、お帰りなさいマリア、王様にきちんと挨拶できた。はい、そう、それならよかったわ。マリアが上がってしまって何か失敗をしないかと母さんは心配していたのよ。でもいらぬ心配だったわね、マリアはもう立派に一人前ですものね。ともかく今日は疲れたでしょ、さあもうおやすみ。ということでですね、はい、自宅に帰るとタダで泊まれる、なんかないの、なんかない、いお母さん。武器よりも防具にお金をかけるタイプです。5ゴールド。ん、お前の父親オルテガは立派な勇者じゃった。このじいの息子じゃ。マリア、お前もこのじいの孫じゃ。頑張るのじゃぞ。おじいちゃんは別に冒険家じゃなかったのかな。ちょっとまず矢探しだね。本日ですね、もう皆様
ご存知だと思うんですが、ね、ドラクエの作曲家の杉山浩一先生がお亡くなりになられたというニュースが流れて、なんかドラクエしたいなと思ってね、全然最初予定してなかったんだけど、ドラクエをしようかなと。ねえ、最初ってあれだもんね、ファミコンだもんね。ファミコンでガチャンって衝撃与えるとさ、冒険の書が消えましたみたいな。おー、早くブーメランかムチが欲しいな。ブーメランかムチが欲しいな。まあ今日は時間内でどこまで行けるかわかんないんですけど、 OK。お、レベル2に上がる。おお、いきなりヒットポイント12上がる。いいね。いいね、いいね、いいね。おお、最大 MP31 上がる。きた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 。いいね。ちょっと、これで止まったらザクザクいっちゃいましょうかね。本当はね、ドラクエヒーローズを今日放送したかったんですけど、ドラクエヒーローズが、配信できないやつだったの。多分録画して配信するなら大丈夫だと思うんだけど、生放送はね、このゲームできませんっていうのでダメだったんですね。それまでは結構ドラクエヒーローズやる気満々だったんですけど、もね、やりたかったんだよな。で、まあドラクエ3はね、絶対ファミコンだけじゃなくて、いろんなゲームボーイアドバンスとかさ、うお、いきなりこれか。大丈夫かな。いてててい、てやばい、まだコイン覚えてないのに来ちゃった。出て、あかん。それは帰りましょう。あ、ふかりさんこんばんは。お尻に呪いの尻尾刺されました。どういうこと。OK。 普通、まあ、勇者はね、上がりが緩いですからね、しょうがない。しようかな。まだちょっと無茶こけないな。なるべくもうちょっと進めたいですよね。たまにドラクエも、おお。お、最初に遊んだドラクエがスーファミ版の3でした。あ、ね、スーファミ版だともういきなり。いきなりこう綺麗な、びっくりしたよね。スーファミでスーファミ版から初めてこの、なんていうんですかね、性格診断システム、ここじゃねえが投入されたりとか、あとスゴロクね、スゴロクとか、ストーリーに大きな変化が、クリア後のね、ストーリーに大きな変化が出たのがスーパーファミコン版でしたよね。ふかりさん、杉山浩一先生の音楽は最高ね。今日はこのゲームの中でこのね、音楽が聴けるといいなと思って、ドラクエね、もうさすがにあれよ、あなた、このニュースも実はね、このダーリンと電話中に病院からね、電話かかってきて、まあ、彼はまだ喋れないので、私が一方的に喋ってるんだけど、杉山浩一さんが亡くなったっていうニュース
か、ね、電話の時に来たんですけど、さすがに言えなかったな。ね、千葉真一さん亡くなったこともまだ言えてないんだけど、ちょっとね、なんか悲しいニュースはさ言えないよね。あ、うっかりさん、今部屋でサイボーグを009だがために聞いていますね。お、なんと力の秘密を見つけた。この本、性格が変わる本が実はあって、これを使うとね、性格を変えられるんだよね。痴漢の秘密、いいね。あ、これ魔法の鍵だ。ドラクエ3は本当な、何回やったんだろうな何回やってんだろうなというぐらい、何回も全員99にして、全員99にしたのを3回ぐらい消されて1回あれだね、うちのマミに消されましたね。あんた今日晩ご飯何食べたいって言って買い物行く時に、なんかファミコンの上でお財布をポンポンこう持て遊んで、落っこちなきゃいいなと思って見てたら、案の定手滑ってね、お財布がガンって落ちてファミコンに当たってさ、ブーッ、ああって言ったらさ買い物出かけちゃってさ逃げたよね。ああって言ってブーってなったの。しょうがないから一応リセットをしながら電源切って、昔のねドラクエ3ですよ、ファミコンのリセットをしながら電源切って、電源つけたらあれよ、デレレデ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 ンデン、嘘でしょ、3つ消えるとか嘘でしょ。21人を全員99にしたの私ね、3回消えたことありますからね。ファミコン出た時は高校生の終盤でした。キムさん、私はレベル50ぐらいまでしか上げたことないです。マジか。いや、もう全員99でしょ。もうだから幸せの靴54とかね、そんなどうすんのみたいなそんなどうすんのみたいな、どうするか、ちょっと無茶するか、僧侶いないからな、どっけしそうだけ買ってってくか。もう家をフル活用していく。ちょっとね、なるべく実況なのでサクサク行きたいなとは思うんですけど、ん、ファミコン版ドラクエ2は終盤地獄だったね。あのロンダルキアね、ドラクエ2、ドラクエ2ファミコン版の今やれって言われたらやつな。しかも復活の呪文の時代ですからね、バッテリーバックアップでもない、もう一文字でも間違えるともう呪文が違いますって言うと続きできないからね。なんだおい、呪文が違います。で、だいたいぬとめとか、あの似たようなあとおとかさ入れ替えて、ふに点々つけたり丸つけたりして、ふかぶかぶかみたいな総当たり戦でやってましたよね。大丈夫かな、こう来ちゃって。で、どっけしそう持たないで来ちゃってかな。いた、どこまで行けるかな。ちなみにドラクエ3はですね、ゲームブック持ってたね。ゲームブック、上中下のゲームブックで、ん、ねえ、画面が荒くて復活の呪文よく読めなかった、わかる。
多分もう今ね、年取ってから見ると難しいんじゃないかしら。あ、いけない。とりあえずね、リツイートをするのをね忘れましたね。ちょっとツイッターの方でリツイートをしましょう。ドラクエさんしてるよ。音楽最高。そう、3が本当一番好きで、なんでこんな好きなんだろうね。よし、はい、リツイート。常駐ゲイ。ゲイじゃねえよ。ゲイ感ってなんだよ。お、いいね。戦士早いね。ちょっと無理するか。よし、広い、やった。だいたい宝箱の中身も覚えてる。ちょっとこれ袋に入れとこう。小さなメダルもいらないと。あ、今はね使わないということで。旅人の服13。あ、もうこれ自分が装備するしかないか。布の服も売っちまうか。力の種武闘家に使っとこう。あとコンボあといらないもんね。よいしょ。まだこの辺はほらミミックとか人食い箱がいるところじゃないからさ。そう、シュガーハウスパーティー。ああ、ケンロウさんこんばんは、いらっしゃい。今日は主に、曲を聴くドラクエ。ホイミ覚えろよ。ホイミ覚えてくれよ、ホイミ。あ、ちょ、間違えちゃった。勇者の、うわ、うや、いた。よし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 、勝った。薬草もそうだけど、あれだな、毒消し草が欲しいかな。買ってくれよかったかな。329円、使いたくねえな。ちょっとまだ早かったかな。放送じゃなかったらね、来てないかな。ここまで、このレベルで。お、KK さんいらっしゃい。3と6と8はクリアしたけど、他は積んだり買ってなかったり。あー。私も8。8以外はやりましたね。多分。8がね、初めてこう、なんて言うんですかね。あ、間違えちゃった。あの、変わったじゃない？系統が。こう、2D というか、じゃなくなって、あ、なんかちょっと道わかんないなと思ってね、8だけやってない。あとは、だいたいもう、何回もクリアしてますね。あ、5は何度やってもビアンカ選んじゃう。あ、なんかだってフローラ別に思い出ないもんな。思い入れが、その好きになるエピソードがない。フローラ、え、デボラね。デボラ、やっと私みたいなのがようやっと嫁の候補に来たなと思って、結婚したらすごい虐げられて、ちょっとやっぱりなんか、やっぱりビアンカだなって思ったね。ん？健郎さん、杉山浩一さんの曲で好きなのはイデオンが未だに好きですね。交響曲イデオンを持ってます。あ、交響曲あるんだ、イデオン。
そう、結論ね、私みたいなタイプはね、嫁にしちゃダメっていう嫁にしちゃダメって、ちょっと喋ってたら間違えちゃったわ、みち。ねえ、やっぱ一番やっぱ得意なの3だろうな。復活の呪文取らなくていいシステムが、なんかストーリー泣くのが5、6がね、なんかキャラクターがあんまり魅力的じゃなかったな、私には。バーバラとミレイユが別にみたいな。うわー、来た、フロッカイ。別にバーバラもミレイユも可愛くないみたいな。キャラクターはマーニャが好きかな。やっぱドラクエね、ヒーローズでマーニャを使いたいなと思ってたらね、そもそもあのゲーム自体が放送ができない。大丈夫かな。毒消しを持ってきた方がいいよな。キアリーないもんな。で、これ勇者ホイム覚えないときついな。ヒーローズね、今日本当はヒーローズの配信をしようかと思ったら生放送できないのね。それがちょっと残念だった。ホイム覚えろ。あ、川の帽子だ。拾ったもので賄う。こう、ここでしょ。拾い物いいよね。これなんか宿屋なかったっけ。最初の方って最初すぎて、なあ、いくら覚えてもなあ、どっけしそうないんだよなあ。ビルダーズも面白いですよね、ドラクエね。そして今私は大の大冒険のアプリに夢中。どうしようかな、もうちょっと強くなんないとな。バブルスライム出るでしょ、ここ。毒対策が濃い味もなくて、毒消しそうもなくて、バブルスライムいるとこに行くの危ないね。このぐらいのレベルが一番ヒヤヒヤする気がする。いわゆるこういい試合がドキドキするいい試合がこの辺のエリアだと。ここ宿屋でね、泊まれんだけどね、どうしようかな。いや、もうちょっと、もうちょっとへちる。そう、大の大冒険も今やってますよ。クロコダイルがいきなり仲間になってくれて、あ、クロコダインね、クロコダイン。もうお金つぎ込んでるもんね。あのゴールドね、優先的にこう種を使ったりとかして育成してるんですけど。で、持ってねえのかよ、ホイミ。やばい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 。回復手段持ってないんだからね、すごいよね。回復手段持たないで来ちゃった。よし、宿屋行こう。来い来い。でも8で泊まれるんだったらいいっちゃいいか。はい、泊まりましょう。そうだから、おいおい、これもですね、21人仲間にしようかなと。これちょっとあんま上の階行くの危ない。ホイミ覚えたら上の階行こう。5とか4で、この辺なんか9ぐらいで来るとこじゃない？よし。まあ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 
まあよしよし、勝ってないって。ねえ、ちょっと勇者のホイミ待ちだね。ホイミホイミホイミ、うお、ホイミらねえな。ホイミないときついよね。しかも薬草も1個しか持ってないし、私はねお金使いませんよ。絶対お金使わない。ヘチるヘチる。そっか、私ドラクエなんだっけ、イレブンやってないか。イレブンとエイトがやってないのか。ドラクエイレブンってこうボブカットの勇者なんでしょ、男の子の。なんかもうキャラクターがおしゃれになっちゃって、ちょっとこう、ちょ、なんかね、おしゃれじゃないのがなんかドラクエみたいな。おー、すごい、めっちゃ覚えた。ジムさん、昔は FF とテイルズとかやってて、ドラクエあまり触れてなかったので。あ、なるほど。FF もねやってたんだけどね、なんか私にはねおしゃれすぎるんだよね。うちのダーリンもそうみたいで、 FF 派でドラクエあんまりやってなかったっていうから、私がねずっと説明してたね、こういうやつで。ラジオでもねドラクエ特集を2回ぐらいやったことあるかな。ね、今週あれだな、収録放送じゃなかったらドラクエの曲かけまくったんだけどね。今週も金曜日のラジオは収録放送なので、もう内容決まっちゃってやっちゃったんだけど、来週かな、来週分をドラクエにしようかな。ちょっと無理くり行くか、途中で覚えればいいか。あのね、あれなんですよね、私実際ね、ああ、てるてる坊さんいらっしゃい。なんか私最近コメント飛ばしがちだな、後からふって気づく。そう、ドラクエ3が好きで曲を聴きたくてねやりましたね。今日下から行きゃ早いんだけどな、荷物回収したいよね、やっぱね。どうしようかな、先に目的地から行くか、荷物回収したい。やったー、小さなメダルを集めるとね便利なものもらえますからね。あ、こっち違う、あ、これどけそうだっけ、帽子、あ、全然違うわ、お金じゃない。難しいよね。よし、ちょっとバブルスライムじゃなきゃいいや。ミカの MP が尽きたら終わり。てて MP が尽きたら終わりだ。メラでいいよ、メラでいいよ。あんまり使うな、あんまり使うな。バブルスライムじゃなきゃいいんだけどさ、って言って今なら買えれんだよな。今なら宿屋に買えれる。こすい、いや、なんか死んじゃってもね、死んじゃってもなんじゃない。バランスが難しいな、生放送。だいたいね、私は一番安い武器を装備して、あたり一帯の敵を一撃で倒せるようになったら次の場所に移動するのね、私の RPG のプレイって。うえー、人面鳥いんのか。人面鳥やって。人面鳥いなくなった。いいぞ。よしよしよし。
そうでね、武器や防具は基本的にお金を出して買いません。拾いものでどうにかします。お下がりシステムだね。あれ、ここ何もなかった気がする。ここね、ここ何もない。ああ、よかった。いいのか。いやー、出たー。やめてー。早く早く早く。ああ、よかった。毒食らわないで。このやったやった。毒消しをいただきました。なんか一番ドキドキするよね、この辺のヒットポイントの感じが。あー、どうしようかな。どっちから行こうかな。上から行って階段で降りてくる。いやー、やめろやめろ。バブルスライムをやれ、バブルスライムをやれ、バブルスライムだっつーの。いや、毒ダメよ、毒ダメよ、毒、毒ダメよ。よいしょ、危ない危ない危ない。なんか昔より、おお、モンスターが弱くなってる気がする。昔よりってファミコンに比べてね。バブルスライムか。あー、間違えた。違う塔と間違えた。いやー、ちょっとドキドキだよね。割とギリギリいけるっちゃいけるけど、ね、私は武器防具全部一個ずつ買ったら次に進む感じですね。買わない買わない。どうしても行き詰まったら買うかもしれないけど、基本的に買わない。ケチ、すごいケチる。あ、そっか、人面鳥か。なんか人食いがと間違えちゃう。マヌーサ食らうかっていうけど、まだマヌーサが出てくる段階じゃないもんね。あー、ちょっと早く本に覚えてくんないかな。覚えないんだ。よし。先に本をもらうみたいな。ん、コックリコックリ。おお、やっと来たようじゃな。そうか、マリアというのか。わしは幾度となくお前に鍵を渡す夢を見ていた。だからこのお前にこの盗賊の鍵を渡そう。受け取ってくれるな。はい。あ、そうそう、この曲ね。ところでマリアよ、この世界にはそなたの性格を変えてしまうほど影響力のある本が存在する。もしそのような本を見つけたら気をつけて読むことじゃな。では行くわよ、マリアよ。わしは夢の続きを見るとしよう。素敵ね。はい、これで、開けられなかったドアが開けられるようになりましたね。で、これ歩いてってもいいんだけど危ないから。あー、落下ダメージとかないよね。ヒヤッとしますね。ちょっと一回止まってく？止まってこうか。あ、ここじゃなかった。間違えた。間違えた。うわ、でも、なんとか無事に取れたね、盗賊の鍵。じゃあ、盗賊の鍵でちょっと荒らしてからアリアハンを出ましょう。アリアハン、この装備で出られるかな、このレベルで。お、やった、上がった。ほいみ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 、きた。よし、ほいみ覚えちゃえば、ほいみ覚えちゃえば、ちょっとは無理がね、効くね。無理しよう。から来たんだっけな。あれ、ルルルルル。なんか似たような塔が後半とか中盤になんか。あれ、アープの塔違うか。
あら、結構忘れてる？なんか変なとこだけ覚えてるね。あ、ここにあるんじゃない？びっくりした。じゃあこっちでお城に入れるはずよね。あれ、でも最後の壁だったかなこれ。あ、 OK、 よし、帰ってきた。ここが最後の鍵で開けるとこか。さあ行きましょう。お、プロンプトさん、どうも、ここがドラゴンのプロンプトです。マリアさん、皆さんこんばんちゃ。どういうこと？ドラゴンクエスト探しに行っちゃうよ。あれ、この辺なんか落ちてなかったっけ。ここがドラゴンってバカじゃないの。おりゃ、はいよ。メダルは確かね、アリアハにはね5枚落ちてるはずなんです。私の記憶が正しければ。あった、ロケソーはもう貴重だよね。お、来た来た来た。確かにメダルがちょっとごちゃごちゃしてるな。3個持ってる、今4個か。いらないわ。小さなメダルもしまっておきましょう、袋に。全部で今4個か。あと1個アリアハンにあるはずなんだよな。で、ちなみにですね、今まあこれプレイステーション4でプレイしてるんですけども、やっぱりなんかレバーじゃなくて十字キーの方で操作してしまう。あれ、この辺落ちてなかったかな。すいません、お風呂行ってきます。はい、まあ、今日はねドラクエのプレイというよりは音楽を聴く回かな。あれ、なんかこの辺なかったっけ。それあれか、次のお城か。次のお城と間違えてるかも。さてさて、この鍵で開けられる場所はないかな。これじゃないな。町の外に出て長く歩けばやがて夜になります。夜は魔物たちの世界です。お気をつけなさい。これ夜じゃないと開かない人だな、これ。大野選手どうぞ。すいません、暑いんで全裸になります。なんだその宣言は。じゃちょっと夜にするか。なんか取れた気がするんだよな。もう大丈夫でしょう。もうこの辺だったら大丈夫でしょうね。 OK、 OK OK OK。 ゼロになんないかな。いいか、後でです。ちなみに本日のおやつはですね、先日いただきました私の大好物鳩サブレーをいただきながら、うん、あら、ゴエモンさんいらっしゃい。懐かしいゲームですな。そう、今日はドラクエの音楽を聴く会。うんうん、あ、おいしいおいしい。向井さんどういうこと。浴槽空っぽだった。サブレがいいね、おやつね。さてさて、あ、こういうとこがねあれなのよね。盗賊の鍵で開けて、賢さもかね、いいね。そう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 。ん、なんじゃお前さんは。わしの家には鍵をかけておいたはずじゃが、もしや鍵を持っておるのか。はい、なんとそれは盗賊の鍵。
するとお前さんがあの勇者オルテガン。そうじゃったか。であればこれをお前さんに渡さねばなるまい。イエーイ、魔法の玉。うん。現在おっさん二人が全裸体験。その玉を使えば旅の扉への封印が解けるはずじゃ。気をつけていくのじゃぞ。はーい。うん、もうなんか毒消しが貴重だね。みんなの名前つけて遊んじゃうよ後半。そう、今日はもう本当音楽メインでね。だってもうみんな、あ、でもどうなんだろうな、ドラクエ3。ここ若い人見に来ないから知ってるか。え、この玉を使うと、使う玉。お、あんじゃん。あれ？じゃあ行くか。これ大丈夫？危なかったら帰るかって言ってもな。夜になった。あ、ドラクエシーズナー3が一番好きですね。本当私もそう。私もね、ドラクエ3がね一番好きなのよね。そう、一番好きだから。これが本当はね、うん、違うドラクエをやろうと思ったんだけど放送できなかったから。やべ。よしよしよし。やばい。メラ食らっちゃうじゃん、メラ。うわー、ラリホ。これ大丈夫？危ないなぁ。うわ、サソリバチとかいいんだ。まずいなぁ。でも結構いけんなぁ。結構いけんなぁ。結構いけんじゃん。危ない。うん、美味しい、ハートサブレ。あ、ブーメラン大丈夫、知ってるから。うん、やった。そう、確かにそう。これで5枚揃ったので、はい。じゃ帰る。帰る。この洞窟行く前に。帰る。うわ、ちょ、やめてー。痛い。寝るな。うわー、ちょ、おかしい。おかしい。起きろ。寝ないで。やばい。もう今目覚ましても遅いんだよ。危なかった。コインに持っててよかった。危な。ちょっと小さなメダルをね交換してきます。残ります一回。しょうがないな、ちょっと。お、やった。うん。そう、本日はね、鳩サブレをいただきながら。鳩サブレ久々にいただいたよ。美味しい。去年のクリスマスに
局にですね、ラジオ局に、鳩サブレを噛んで送っていただいたことがあって超嬉しかった。缶も大好きなんですよ、鳩サブレの黄色の缶かわいいよね。早く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 メダルを交換しに行きたい。あーでもまあ1時間ぐらいで6ぐらいは行くのか。ハートサブレを噛んで送っても噛まない、カンカンキャンキャンで送ってもらった、キャンで、うん、おいしい。おレベル7上がった、よし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 。小さなメダルをね、アリアハンに5枚あるので、なんとなく小さなメダルの場所もなんとなく、マリアさんの骨壺ハットサブレー感、ほんとほんとそれすごい喜ぶと思う。よし交換してもらおう。多分ね、茨の鞭最初5、あれ10だったかな、5じゃなくて10だったかも。やった、トゲの鞭、トゲの鞭、さあトゲの鞭をもらいました。そうですね、舞踏家布の服だけかよみたいな。ほんでこういうことだな。でゆかはもう魔法で頑張ってもらうと。よしこれでお家に泊まって出発する。え、今いくら ?930 円か。930円持ってんのか。ちょっと待って。ちゃ。ね。930円持ってんのか。コンボを売ろう。布の服も売ろう。コンボ売るじゃん。天馬辞典とかいらないな。よしこれで、1048ゴールド、ゴールドが1000超えたところで愛と信頼のゴールド銀行へようこそ。さあ、違う預ける預ける、はい、1000ゴールド預ける。はい、これで冒険に行こう。死んでも大丈夫。そう、だいたいアリアハンを出るときにですね、貯金してから私は出ます。ねえ、ドラクエ3の音楽は一番口ずさめるな。そう、今日はね、そういう感じの放送です。うん、ちなみにですね、お友達の某 J さんがですね、元スクエニの人だったんですね。でその会社を辞めるときに杉山浩一先生と堀井雄二さんのサインをいただいたっていうことで、お家遊びに行った時に見せてもらったことがありますね。よっ、さあアリアハン出るか。大体、うわ、あこれ最悪。
アリア班で1000。よしと結束きた。結束きたよ。1000円貯めていくでしょう。お、古倉さんこんばんは、いらっしゃい。で、これからロマリアへ向かいます。じゃあね、今日は放送だからガッと行こう。ガッと、なんか小さなメダル、あ、ここはなかったわ。そうね、魔法の玉ね、ここに魔法の玉を仕掛けて、爆破しまーす。おりゃ。さあ行こう。これ確か地図？地図だよね。アリア班より旅立つ者へこの地図を与えん。地図を見たくば四角ボタン。はい、ありがとう。さあ行きましょうか。こうやってね、地図、この島国から脱出します。さあ行こう。あー、どうしようかな。これあのネクロゴンドと間違えちゃうね。ここにも、あ、これ落ちた時用か。落ちた時用だなこれ。大野選手、魔法の玉好きね。これあのネクロゴンドの洞窟と間違えちゃう。あー、どっちだったかな。最初の方って忘れちゃってるわね。これ一番下に、うわー、早く早く早く、やっつけて、目をつぶせ。 ACDDB やれ。 D、 D 一番後ろ、一番後ろ、一番後ろ、一番後ろだ。違うよー、ゆか一番後ろ。あー、そいつだよ、そいつ。いて、いやー、ちょっとメラ危ない。よし、ニフラム、この時点でニフラム。ニフラムって使わないもんね。なんかライオンヘッド出てくるのはネクロボンドか。これ大丈夫だね。ドキドキゲー。やめろ、キャド、キャド、終われ。よし、キャド強い、キャド強い。よしよし、ちょっと回復しといた方がいいかな。箱にあれ箱あったっけな。行き止まり、落ちる。あ、こっちか、こっち。あ、あのね、今宝箱を取ろうと、スクルトやめて。でもそれで終わる、終わんないんだ。もうキャタピラー出てくるの。忘れてるわ。あれ？これスタート地点か？バカ、バカ、戻ってきてるバカ。あれ？嘘、私ここで迷子になる。なんか一番下回るんじゃなかったっけな、ここ。大丈夫？これ全体の強さが見れなくなってんだっけ。ファミコン版の感覚でいっちゃってんな。最大40。ダメじゃん、減ってんじゃん。マリアさん、無知似合います。ありがとう。そうなのよ。コナンでも無知あればいいのにな。いや、やっとこうか。上、
一番上まで行って回るんじゃなかったっけな。いいアルミラージ。いい。やめてやめてやめて、ラリフォーやめて。やめて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 、寝るな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 。いやいきなり接戦だわ。寝るとかやめて。よし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 。そう、コナンでも無知あったらいいのに、無知ありそうな世界観なのにな、無知ないんだよな。あ、やった、ギラ覚えた。あれ違う。え、私ここで迷子になったの初めてだな。あれ、ぐるーって回るんだよね、ぐるーって。やった、毒消しそう、ありがてえ。回復勇者だけでいくからね。うわー、目狙い、目目目目狙い、痛え。痛い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 、早く早く。おっと、ユカすごい。よしよしよし。あ、宝箱落としてた。聖水見つけた、やった。でも今弱いからさ、自分も聖水をまいたところで意味がない。昔はね、ファミコン版のドラクエ4聖水買い込んで、あのメタルキングにかけまくりましたね。聖水をかけまくりましたね。あ、お風呂沸いたので行ってきます。あった、戸惑ってるってこいつら。やっちまえ。よしよし。お、そのうちアーカイブでドラクエ1と2も買って遊びたいですね。ドラクエ1と2ね、なんか2心が折れるよね。あ、やった、聖なるナイフ来ました。聖なるナイフです、聖なるナイフ。拾い物が来ると大盛り上がり。不思議な地図とかいいの。どうしようか。ここだな。聖なるナイフ拾ったら終わりだもんね。これでもうぐるーっと回って、よし、桃山までもうちょっとだ。今日はね、行けるところまで行きたいな。いいね、音楽をね、楽しみましょうね、今日ね。いやー、ちょっとやめてやめて、ちょっと毒やめて、毒。おっちょね、ギラ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 、いて。あ、ギラしなくてもいけるか。うわ、危ない。ホイミしよう、ホイミホイミホイミ。やった、毒消そうだ。今キメラの翼使うと天井にぶつかります。そう、使わないよ、キメラの翼この後使うんだから。やった、戸惑ってるって。バブル経済の忘れ形見たち。あ、やったやったやった、やった、めっちゃ毒消しを拾う。やった、よしよしよし、もう大丈夫。ロマリアまであとちょっと。じゃあロマリア、いや、カザーブ、カザーブどうしようかな。無茶しますね、今回ね、放送なので。アッサラーム、イシスまで行こうか。イシスまで、やったー、ロマリアだー。ロマリ
屋に着きました。格闘技場とかやりたい。お金増やしちゃう？闘技場で満月草、闘技場でお金増やしちゃう。やった、ドッキリそうだ。超いっぱい拾った。やった。やっぱね、キャリーない分ね。これはダイヤですか？いいえ、イシス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 だからイシス。ちょっと和む。あれ、この辺なかったっけ？ないか。ちょっとどんどん泥棒していきましょう。泥棒。あ、くじけぬ心。くじけぬ心って苦労人だよな。これを、あ、ちょっと待って。エスどんだけ持ってんだよ。しまって、毒消しをしまって、でこのくじけぬ心って使うと性格が変わるんですよね。くじけぬ心を装備すると、はい、戦士苦労人になりました、性格は。でも体力ね、30上がるからいいや。なんかある本が。お、頭が冴える本。頭が冴える本は頭脳明晰になる本。さて、あー、なるほどね。これ夜じゃないとダメなやつだな。夜じゃないとダメなやつ。じゃあ早く王様のとこ行って話しけよみたいな。いや、ここ闘技場あるのよね、ロマリアって。ちょっとやってっちゃおうか。お、小さなメダル。次確かね、10枚で、あった、革の帽子だ。こうやって、拾い物で賄っていく、うちのパーティーね。買わない。買わないみたいな。王様まだ来ないな。来ない。の帽子を装備する。よしよし、ちょっと待ってね。基本的にこう泥棒一家だから。あ、今行くよ。よし、と見せかけて曲がる。あれ、ダメだな。鍵がないとダメなやつか。あれ、確かね、この辺に。あれ、落ちてない。 LINE ですぐ行くって言ってたのに。 LINE 登録してあるの。仲良しか。よ、ダメだな。 LINE、 あ、 LINE アットもいいな。いつ配信しますよみたいな。あれ、これ魔法の鍵だな。 LINE で通知が行くのも面白いかも。よしよしよし、なんかありそう。ない。あ、やった、ずるっこの本。やった、ずるっこの本を使うと性格が確か抜け目がないになったはず。どいて。あれ、おかしいな。なんかこの花壇に落ちてた気がするんだよな。気のせいかな。違うお城と間違えてる？よしよしよし。そう、なんか確か花壇に入ってたの。はいよ。なんだ、頼みを聞いてくれって。なになに、よくぞ来た。勇者お手紙の噂は我らも聞こえ読んでおるぞよ。あ、出た出た、
次のレベルになるには出た、ありがとう、これね、なんで王様が知ってるのかってやつね。はい、記録しまーす。これ聞くと安心、安心の音楽ね。はい、旅立ちます。では頼みがある。カンダタという者がこの城から金の冠を奪って逃げたのじゃ。もしそれを取り戻せたのなら、そなたを勇者と認めよう。さあ行け、マリアよ。別にあなたに認めてもらわなくったって、なんかありますよね。まあまあ、これ王様だからね、この人権力あるからまだいいけどさ、あなたに認めていただかなくったって結構よっていう方結構いらっしゃいますよね。さあ来た、闘技場。ででんででんでん、どうする？いや、予想とかいらない、一回やってみようか。さあ、手に汗握る格闘スタジアムはこちらだよ。どのモンスターが勝つかズバリ当てれば儲かるぜ。掛け札1枚60ゴールドだ。一回やってみようか。あー、これダメだな、これやめよう。これこのアルミ、この同じシリーズはやめよう。違うモンスター、アルミラージ ABCD って。さあどうする、これ。魔法使い、コウモリ男、キラービー。これキラービーだと思いますけど、魔法使いにかけてみたい。王様のライン、さっきは偉そうに勇者と認めようとか言っちゃってごめんね。大臣から言えって言われたんだよね。たまにそういうラインを送ってくるやついますよね。いるいる。やめろ。危ない。メラ、真ん中。真ん中にメラ、真ん中にメラ。やめろ。あ、もう帰ろう。帰ろう。もう危ないわ、これずっとやっちゃうからさ。でだよ、300か。いや、80円で買えたはず。ちょっと無理をします。この先はちょっとキメラの翼を使っていくことになりそうだな。無理をします。大丈夫かな。わあ、夜になっちゃった。夜にロマリア行きたかったんだよな。行けの MP が持つかな。で、どうしようかな。とりあえず今一旦カザーブまで行きたいのね。あいつ逃げてった。なんかラッキー。とりあえずね、今カザーブまで行って、防具を買います。780あれば足りるんだけどな。あの1000円使いたくないんだよな、こいつ。メラやめろ、メラやめろ。あんましギラ使わないで。どうしようかな。危ないな。ゆか大丈夫かな。わあ、夜になっちゃった。止まろう。逃げる。ギラギラ。
やめろ、魔法トーンやめろ、魔法トーンやめろ、危ねえ、ユカが危ない。ホイミ、ホイミ間に合った、え、間に合った。ねえ、かなりね無理をしてます。よっしゃー、着いた。よかった死ななくて。あれ、この実は鉄の爪を使っていたんだよってやつだよね。そんなことじゃねえんだよ。よしよしよし、これを取りに来たんだ。で今、小さなメダル7枚だからあと3枚ね。3枚あったら交換。お、やったやった、夜来れてラッキー。これ、ね、夜だとね泥棒できるんですよ夜だとね泥棒できるからね、ラッキーだわ夜に来れて。ドラクエといえばあの4コマ漫画劇場も結構読みましたね。この夜になると盗めるお店のことも結構題材になってたりして、4コマ漫画劇場今欲しいわ。売ってないのかしら。見てました4コマ漫画劇場、知ってます？柴田亜美さんとか書いてた4コマ漫画劇場。これを聖なるナイフをここに渡す。はい、 OK。 お、捨ててこパンツもあるじゃん。あ、おかえさんおかえり。あ、15、もうシュガーしか装備できないじゃん。いいね。15とか13でよく来てるな。よしよしよし、やった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 。でここで止まってちょっと無茶して、無茶してね、こっからこっから無理するよ。ほんとかなり無理します。柴田亜美さん最高でしたな。盛りそばとかね、魚の目ね。16ゴールド払いましょう。500円か、750円かな。ちょっとね、あーぎゃー足んない。売れば買えるかな。力の秘密、聖水毒ケース、不思議な地図、ズルッコの本、コンボコンボ。昔ガンガンに乗ってましたね。フォーのネタとかゲームしてないけどキャラとかそこで覚えました。あー、え、地震、え、地震だ。地震です、地震です。大丈夫ですか？ちょっと、え、地震です。地震なので一旦落とそうと思います。